バリ疲れた。なんで宮の沢ってこんな階段長いということで、もくんでーす。今日は札幌の美味しい回転寿司3つ紹介するために爆食いしていこうと思います。まあ、まず1店舗目はね、道外の人が多分 SNS とかで一番目にするお店だと思うから楽しみにしててください。ということで、そろそろねお店に着きます。名古屋か店。いらっしゃいませ。あ、一人です。はい、昔1000円以内だった気もするけど、まあしゃあないね。もちろんこれは実税ありで。絶対絶対頼みすぎた。新しい店舗でしたなとか、はい、食べ歩きスクラムで私も美味しかったなと。嬉しいです。ありがとうございます。びっくりしました。動画撮ってるんですけど、大丈夫ですか？使ってます。大丈夫です。はい、使ってください。トリトンは多分札幌の寿司界では一番デカ盛りな寿司だと思っていいと思う。一番でかいです。マジで大学生ぐらいの時にめちゃくちゃ行ったわ。トン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 トリトン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 トリトントンに着きました。おー、ラブレンド食べた。おっきい。おー、なんか最近食ってたわ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。肝心の食べてるシーン全カットしちゃった。いやー、食べた食べた。食べるの少なくないって思うじゃん。この後もう一軒行きたいんですよ、回転寿司。行ってくるわ。
はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。次ご案内いたします。すいません、はい、お願いします。ありがとうございます。指先すぎた。